はい、こんにちは、トリーです。今私ギャニャールのセンゴールに来ています。ギャニャールのセンゴールって言ったらね、パサールギャニャールの向かいにあるということで、昔はねパサールギャニャールの向かいでセンゴールがたくさん並んでました。で、パサールギャニャールがね、ずっと工事をやってまして、その間はちょっとセンゴールない別のところに移ってるよって話だったんですけど、先週ねパサールギャニャールできましたっていうニュース聞いたんで、今行ってきま来たんですよ。そしたらね、建物できたんですけど、パサール自体はまだオープンしてないんですって。だからまだ閉まってる状態なんです。で、そこにいた警備の方に話聞いたら、いつオープンするのって聞いたら、いや分かんない、来年の2月か3月かなってました。で、そのパサールギャニャールの前にあった戦後にも全部ね撤去しちゃったらしいんですよ。なくなっちゃいまして、どこ行っちゃったのって聞いたら、今この場所に移ってるってことでね、今そのセンゴールのところに来てみました。で、これからちょっとセンゴールの方をねいろいろ見て回りたいと思います。はい、ということでね、こちらがその移転したセンゴールです。で、今ねこの駐車場のね係のおじさんに聞いたら、一応ここに移転してきたよということで、じゃあギャニャールのねパサールができたら向こう戻るのって言ったら、いや多分戻んないだろうと、ずっとここでやるんじゃないかって話でしたね。ということで、ちょっと一回りしていきたいと思います。まず最初こちらお兄ちゃんがやってるこれ何だと思ったらね、ラット20日ネズミのお店なんですね。これペット用ですからね、食べるんじゃないんですよ。ペット用のネズミをこうやって売ってるお店があります。はい、あとこちら揚げ物屋さんですね。いろんなね、ピサンゴレンとか揚げ物がたくさんあります。じゃあちょっと見て回りたいと思います。ここはあれですね、トランブラン、シューマイとかね、はい、こちらもまたねこういうスナックの揚げ物です。ちょっとしたねおやつの揚げ物お店。ここはお菓子ですね。いろんなバリのお菓子、じゃじゃん売ってます。これはクエプキスって言って、何て言っていいのかな、ホットケーキを小さく2つに分けたようなやつ、まあ、人形焼きみたいなやつです、食べた感じが、はい、最近こちらは最近多い飲み物系ですね、5番、はい、奥にもいろいろあるな。で、こちらがもうバクソミーアヤム、バクソー、はい、はい、ここはサテグレガンピン、塩場売ってますね。塩場ってね、シガラジャのね名産で、豚の料理なんで、豚料理なんですけどね、それ売ってます。豚肉がすごい並んでるわ、はい、これはララパンってナシゴレンとか、アヤム揚げたやつですね。ここもまたサテカンビン、グレカンビンのお店があります。ここはなんだろう、ここもあるんですね、アヤムベトゥトゥとかナッシャンプルとかのお店です。本当にナッシャンプルとかありますね。ここは外アヤム、ブブールアヤムのお店です。はい、はい、バクソがあったり、ここもララパンですね。ララパンってこういう魚とか鳥とかを揚げて生野菜を添えたもの、まあ、生野菜ってキュウリとかクマギなんですけどね、はい、ここもまたサテカンビンのお店です。あとここはバビグリーンかな、バビグリーンだ、はい、バビグリーンのお店です。あとこっちもね、こういう屋台じゃなくてね、饒舌のワルンがありますよね。ここもまたワルンね。ここもやっぱナシチャンプルとかナシゴレン、チャプチャイ、まあおなじみのやつが揃ってるということで、ここは何かな、ナシセロ、はい、お芋ご飯ですね。ナシチャンプル、ナシアヤム、こういうお店です。はい。
ちょっとね、この上の段もあるんで、ちょっと上の方も行ってみようと思います。あ、ここは時計屋さん、時計とかこれ、ね、ちょっとしたで、面白いのがね、こうやってあのリモコン売ってるんですよ、テレビとか使えるのかな、ちょっと怪しげな。あとこっちも、こっちはね食べ物じゃなくて衣類関係ですね。はい、あの全部古着です。でもここはこういう電気のね、電球とか、ここも時計とか、こういういろんな日用雑貨品ですね。でこちらがずらっと、はい、古着です。うわーすげえな、古着がかなり集まってますね。かなり安いと思いますね、これ。でね、やっぱね、インドネシア人というかバリムの方向けなんでね、僕もよくこういうところで探すんですけど、大きいの売ってないんですよ。ちょっとね、ジャンボサイズがなかなか手に入らないというちょっと残念なんですけど、こんな古着なんかもやってます。それと反対側がなんかお子様用のね、まあちょっとした遊園地、遊園地ですね。これはあ、塗り絵塗り絵とか、あとは子供向けのおもちゃ、風船とかね。でこれがこういう電動のこう乗るやつですね。向こうはトランポリンがあったり、はい、ここも全部こう乗り物系ですね。一応電動ですよ。で向こうの奥にね、観覧車、観覧車がある。はい、ということでね、こちらの店でミーアヤムを頼もうと思います。ちょっと気分いっちゃってましたけどね、あの一応ミーアヤム一つっていうのは、あのミンタミーアヤムサプー、はい、あ、それとねエステも頼んだんで、サマエステだから、ミンタミーアヤムサトゥーサマエステ、これでねミーアヤム一つ、エステもちょうだいみたいな、そんな形になります。はい、ということでミーアヤムでございます。ね、麺です、麺ですね。で上に鶏のそぼろに、まあ、アヤムですね、これが乗っております。であとバックソーと、これがね揚げたねパンシット、ワンタンをね揚げたやつです。それからサユルヒジョウっていうんですけど、小松菜になるのかな、こういうものが載ってます。はい、これでいただきますんですが、あのこちらの方はね、だいたいこれだけじゃなくて、これにこういう調味料を入れて食べます。これがねケチャップマニスっていう、ちょっと甘い、日本でいうとね照り焼きソースみたいな感じがします。でこれがねサンバルです。これね市販サンバルなんですね。でこちらがね、こちらのイブの手作りサンバル、これ好きなのを入れて味を調合します。ではいただきます。最初に何にもね調味料入れずにちょっと食べてみようと思います。スープの味ね、あのね鶏のお出汁にね、なんかプラスアルファですね。うん、えな、あの僕はねこれだけでも十分かと思います。こちら身になります。あっちじゃあちょっと味変でケチャップマニス。そうですね、この手作りサンバル、辛そうなサンバルだよ、俺ちょっとだけ。こんな感じでね、ケチャップマニスとか入れるとね、もうスープの色がね全部こういうなんていうの、茶色っぽい色になります。これでねまたちょっと味も変わるんで美味しくなると思います。味変わりました、甘辛い味になりますね。
ごちそうさまでした。はい、ということでね、今こちらの1000ゴールで、ミーアヤムの方いただいてきました。お値段の方がね、一応ミーアヤムとエステで2万ルピアっていうのお値段なんですよね。ここでね、今回はこちらの1000ゴールの方を紹介させていただきましたけど、先ほどもちょっと話した通り、もともとは、パサールギャニャールの前にあった1000ゴールがこちらに移転したということなんですけどね、あのお店の数から見て全部移転したんじゃないと思うんですよ。で、確かね、また別な場所にも1000ゴールがあるって話も聞いたことあるんで、こう何箇所かに分かれているかもしれないですね。はい、ということで今回の動画は以上とさせていただきます。この動画が面白かった、役に立ったということでしたら、グッドボタン、高評価、それとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。またツイッター、フェイスブックで最新情報を流しております。こちらのフォローもお待ちしております。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。